アクティブディレクトリ。アクティブディレクトリとは、マイクロソフトによって開発されたオンプレミスにおけるディレクトリサービスシステムであり、Windows2000 サーバーから導入されたユーザーとコンピュータリソースを管理するコンポーネント群の総称である。なお、クラウドコンピューティングにおけるディレクトリサービスシステムである。アズレアクティブディレクトリと区別する場合、オンプレミスアクティブディレクトリと表記することもある。 Windows 95発売後、Windows はグラフィカルユーザーインターフェースで操作できる利便性からクライアント用オペレーティングシステムとして急速に普及した。標準でネットワーク機能を有していたことから、主に企業や大学などで p c のネットワーク化が促進されたが、ユーザー管理やアクセス制御機能が貧弱で、ネットワークの規模が拡大するにつれて管理上の弱点となっていった。 これに対して Windows NT ではクライアント PC 単体でユーザー管理及びアクセス制御機能を搭載しておりさらに Windows NT サーバーを中心とする NT ドメインを構築することでユーザーおよびパーソナルコンピュータのユーザーアカウントをドメインコントローラで集中管理できるようになったやがて NT サーバーが大規模ネットワークでも利用されるようになると NT ドメインの端緒が露呈してくる。すなわち、などである。これらの問題を解決し、NT ドメインのユーザー及びコンピュータ管理機能を継承しつつ、大規模ネットワークでも利用できるように大幅に改良したのが、アクティブディレクトリである。AD では、上記の欠点を改善したほか、以下のような特徴を持つ。反面、AD を構築するには、 DNS サーバーの設置やゾーン情報の編集が必須となるなど、設計、構築、運用、保守のすべてにおいて必要なスキル水準が上昇してしまい、NT ドメインほどお手軽ではなくなってしまった。また、ファイルとプリンタの共有ができれば十分であり、サポートが得られなくても現に利益を生み出しているシステムをリプレイスするメリットはないと判断したユーザーも多い。 2006年末で Windows NT Server 4.0のサポートはオンラインサポートも含めて完全に終了したが依然として稼働中の NT ドメインが残っており Microsoft は NT ドメインから AD への移行を促進することを課題としているファイルパブリッシングカンパニーネットワークダイアグラムや GIF サムネイル出版企業の内部ネットワークを単純化した一例 企業は4つのグループを持ち、ネットワーク上の3つの共有フォルダーに対してそれぞれアクセス許可が与えられている。AD、ドメインドメインとは、Windows 2000サーバー以降の Windows サーバー DC で構成されるユーザーとコンピュータの管理単位である。DC は AD をインプリメントした実態であり、ディレクトリデータベースに PC やユーザー、グループなどのアカウントを登録することにより、 ユーザーやコンピュータの権利と権限の集中管理をノートする。また、グループポリシー機能によって PC やユーザーの環境を制御できる。AD ドメインに登録されたユーザーは必ずドメインユーザーズなど何らかのセキュリティグループに所属しており、通常はセキュリティ管理を簡略化するためグループ単位でセキュリティを設定す。セキュリティグループには適用範囲の狭い順に ビルトインローカル、ドメインローカル、グローバル、ユニバーサルの4種類があり、異なる種類のグループを別のグループに所属される、入れ子も可能である。AD ドメインの主要な機能である、ユーザー認証とグループポリシーの適用を管理する、機能を持たされた特別なサーバーが DC である。DC は、クライアント PC から常に参照可能でなければ、ならないため、 IP アドレスを固定で割り当てる必要がある。AD ドメインのドメイン階層構造は DNS の名前階層構造をラン内に応用したのであり、コンピュータ間の名前解決には DNS サーバが必須である。基本的に一つのフォレストに一台の DNS サーバがあれば、サブドメインを含めて統一管理できるので、AD のサブドメインにも DNS サーバを設置する必要はない。 ただし、どのように DC や DNS サーバーを設置する場合でも、1台だけではサービス効率と対象外性が劣るため、複数台設置するのが通常である。ディレクトリデータベースは DC 間でマルチマスタレプリケーションが行われており、ユーザーアカウントの登録など、ディレクトリデータベースへの変更操作は、基本的にすべての DC で可能である。ただし、 Windows Server 2008の読み取り専用 DC においてはこの限りではない。ちなみに NT ドメインでは SAM の原本を扱うプライマリ DC がただ一あり、必要に応じて当本を扱うバックアップ DC を追加する。ユーザーアカウントの登録などは常にプライマリ DC が行い、バックアップ DC は複製された SAM を参照してユーザー認証を行う。 フォレストの階層構造の変更や、オブジェクトの元となるスキーマの編集、相対 ID の発行などは、ドメイン、または、フォレストごとに一台存在する、フレキシブルシングルマスターオペレーションズの操作マスターを実行する DC が、占有的に操作する。ログオン認証などでは、分厚い、電話帳である、ディレクトリデータベースよりも、もっぱら簡易な、早見表に相当する。 グローバルカタログが対応される。フォレストは DNS の名前階層に基づく一つ以上の AD ドメインの階層的集合である。一つ以上の AD ドメインを含むシステム領域であり、AD の概念の中で最も外側の領域である。一つ以上の AD ドメインを設置する際に DNS の名前階層に従って階層構造、すなわちフォレストを構成できる。 基準となる AD ドメイン D1 の仮想に作成された AD ドメイン D2 はサブドメインとなる。基準ドメイン D1 とサブドメイン D2 の間には自動的に双方向の信頼関係が結ばれる。サブドメイン D2 はドメイン D1 の元に作成された別のサブドメイン D3 あるいはドメイン D1 のさらに上位ドメイン D0 とも自動的に信頼関係が結ばれる。つまり ドメイン D2 がドメイン D1 を信頼し、ドメイン D1 がドメイン D0 を信頼しているとき、ドメイン D2 はドメイン D0 を信頼するという論理で信頼係を結ぶ。これを信頼の推移と呼ぶ。同一フォレスト内の AD ドメインであれば、信頼の推移が行われるとともに、グループの共有も可能である。ただ一つの AD ドメインしかなくてもフォレストを形成し、シングルフォレスト、 シングルドメイン、シングルサイト構成になる。最初に構築した AD ドメインは、フォレストルートドメインとなり、他の AD ドメインを増設する際の基準ドメインになる。先の例では、ドメイン D 例が、フォレストルートドメインであり、他の AD ドメインに先駆けて、最初に構築しなければならない。Windows 2000サーバーによるフォレストでは、 フォレスト間で一括して信頼関係を結ぶことはできない。すなわち、フォレストルートドメイン間で信頼関係を結んでも、サブドメインには信頼は推移しない。NT ドメインと同様に、異なるフォレストに属する AD ドメイン間で個別に信頼関係を結ぶことはできる。Microsoft Windows Server 2003、Windows Server 2003以降では、フォレスト間信頼がサポートされ、 ホレストルートドメイン間で信頼関係を結ぶことで各ホレストに属する AD ドメインも自動的に推移する信頼関係を結んだことになる。組織単位とはセキュリティグループとは別にユーザーやコンピュータを管理するグループである。本社、支社、支店といった大きな分類のもとに経理、営業、総務、開発などの OU を作成して現実の組織体制や 資産管理体制に即したグループの階層を構築することで運用管理を容易にする。組織体制に即した複数の AD ドメインを作成する必要がなく、セキュリティ要件が同一であれば単一ドメインで管理できる。また、OU にはグループポリシーオブジェクトをリンクできるので、開発用の PC ではデスクトップ環境をカスタムカスタマイズ可能にするが、 経理の PC では変更できないようにしたいといった要求に対応できる。サイトは AD とはやや正確を意味する物理ネットワークの境界に基づいた概念であり、主に4つの目的で使用される。すなわち、ディレクトリデータベースの複製トラフィックの最適化、ログオン認証トラフィックの最適化、グループポリシーの適用スコープ変更、そして管理の委任である。通常は、 同一欄で通信できる範囲をサイトとする。ただし、高速なワン回線を使う場合は、ワンを超えたサイトを作成することもある。AAD ドメインを新規構築すると、自動的にデフォルトファーストサイトネームという名前のサイトも作成されるため、意識せずともサイトを利用する。サイト内では、ディレクトリ情報は変更があるたびに圧縮されずに複製される。また複製パスは、 最大3ホップの複数リング上に構成される。一方、サイト間の場合は定期的に圧縮して複製される。また、複製パスはスパンツリー型に構成される。クライアントは自分のサブネット情報をもとにサイト情報を取得し、同一サイトの DC に対して優先的に認証を要求する。サイトの目的を達成するためには、 各サイトに1台以上の DC が設置されている必要がある。DC のないサイトは近隣サイトの DC がそのサイトを自動的に担当する。これを自動サイトリカバリと呼ぶ。ある DC が持つディレクトリ情報を他のサイトの DC に複製することをサイト間レプリケーションを行うという。レプリケーションを行う DC は管理ツールのアクティブディレクトリサイトと サービスでサイトを作成し、レプリケーションパートナーとなる相手のサイトリンクと関連づける必要がある。レプリケーションすることでディレクトリデータベースの情報を共有するため、グループポリシーやデータベースをパートナー同士で自動的に最新の状態を維持することができる。一つの地域に複数の DC があるとき、サイト内と同様のパスで 他の地域とレプリケーションするとネットワークに膨大な負荷がかかる。そのためサイト内の1台の DC をブリッジヘッドサーバーすなわち共闘歩として自動的に選出し、その DC をサイトの代表としてサイト間複製を行う。その他の DC はそのブリッジヘッドサーバーから得た情報をサイト内で複製する。つまりブリッジヘッドサーバーは 他の地域からレプリケーションされたものをそのサイト内のすべての DC へレプリケーションする。そうすることで効率よく最新の状態を確保している。マルチマスタレプリケーションとは分散管理されている AD のディレクトリデータベースおよびグループポリシーオブジェクトを矛盾なく相互に交換し統合する複製手法である。同一オブジェクトが複数の DC で更新された場合、 時系列的に後に更新されたオブジェクトが採用される。これによって複数の DC を設置しても鮮度を多くして船山に登る状況を回避できる。アプリケーションソフトウェアアプリケーションが AD にアクセスするためのアプリケーションプログラミングインターフェース API が a d c である。AD 内のオブジェクトの検索、閲覧、編集、削除を実行できるため、 例えばユーザー管理やコンピュータ管理などの操作を自動化することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。